はい、どうも皆さん、やがちゃちゃというわけでございまして、私、やがみんことやがみはやてがお送りしております、マリオ RPG でございますが、早くももうパート18というわけでございまして、もう結構終盤戦ですね。残るダンジョンもあとわずかという感じになってまいりました。さあ、まあいろいろと進めていくんですが、ちょっとですね、お金がもったいない。うん、まあお金がもったいない。よいしょ。アイテム。あ、こんなの俺全く覚えてねえ。ちょっと待って。何くれんの？ほう。ビビリ玉、火炎玉、氷玉。へえ。そっか。なんか、俺にはどれも興味なかったわ。ほんとね、たまにいらっしゃるんだけど、ヤガミね、RPG 好きだけど得意ではないの。だから、デバフ系をかける系のアイテムとか、ああいうなんかいい感じのやつとかね、苦手なんですよね。で、トロッコ面白かった。ああ、お前はあれだね、一緒にトロッコ乗ってた子だね。花火屋ってどこだっけな？どっかにね、花火売ってる人がいるんですよ。それをね、買いに来たんですよね。お店はピカピカ石でしょ。で、ピカピカ石は花火と交換でしょ。だから花火を買いに来たのよ。よいしょ。お、花火やったぜ。じゃあ作った花火、よいしょ。というわけで、500円払って、花火を買いました。この花火実はですね、クリアした時に、花火が飛ぶかどうかっていうのが分岐になるんですよ。要はエンディングが豪華になるかどうかのアイテムですね。まあ、これ、後ほどちょっと違う方法のために、買いに来るんですけど、まあ、とりあえず今500コイン、もったいないので一回使わせていただいた感じですね。さあ、というわけでございまして、改めてこっちにリバース。よいしょ。というわけで、回復しておきつつ、ね、前回移動しなかった火山に、ね、このアングルからの火山の移動はもはやマリオ死んだと思うんですけどね。こんな感じで、なんだろう、普通は無理だと思うんですけどね。まあ行きましょう。さあ、というわけでございまして、いろいろとちょっとくぐり抜けていきましょうか。まあ原則ね、相変わらずですけど、戦闘はしない方針でいきたいですね。次のダンジョンがどのみちレベリングポイントになるので、できればそこまではね、サクサクっと進めたいんですけど、ただ、今のレベルがね、16とかでしょ。ここのね、ダンジョン踏破できるのかって不安があるんですけど、これ進んだの間違いだったのでは？あ、完全に間違い。あー、待って。うわー、誰もレベルも上がりやしねえでやんの。スキップ。さあ倒しながら進んでいくわけでございますが、まああそこのカエルコインパッと見気になるけどいいや。前話した通りでね、カエルコインに対して何も魅力を感じたことがないんだよね。あー、嘘。当たりますか。スキップです。なんか見覚えあるやついるけどスキップです。おー、すげえ戻されたんだけど、戻されたのにあっけに取られちゃって喋ることを忘れてたわ。ね、思いっきりポワーンって言いながらなんかすげえ戻されたね。さて、よいしょ。アームス。完全にコアクションゲーム。よいしょ。縦と横の空間の理解が、どうなってるこれ。おー、なるほど。いらねえけど取りて。アームス。これこっちからいける？もしかして。こうして。無理だね。いや、もうカエルコイン興味ねえから絶対これただの俺娯楽としてしか楽しんでないけど、まあいいや。よいしょと。危ない。カランを抜けて、なんかでっけえのいるけど、よいしょ。で、あえてセーブしない。レベリング上で使えるかもしれないのでね。で、これは触れなくていけないですよね。そりゃいけないですよね。わかります。まあ倒したことで道が開きましたが、で、よいしょ。で、これはこっち側か？よいしょ。で、いやー、ちょっと待って。それは避けられへんやろ。まあでも俺忘れてたわ。さよなら突然に持ってたわ。グッバイ。さーて、もう一体が危ない。さーて抜けていくよ。どうすんご。おっとと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 。これは倒さねばならぬでしょう。これは倒さねばならぬでしょう。まあ、あー、なに、体があるね。どっちがいいんだろう。まあやっていきましょう。あ、さっきのやつあれですわ。体やったら全部バラバラになりましたわ。まあまあそんな感じだよね。よいしょ。ねえ。またお前か。避けられ、あ、待って。今のは、まあ豆に当たってないお前か。頑張っていきましょう。さあ、これで倒して、さーて、改めて、よいしょ。あれみんな元気になれ、打って。さすがに使っていいよな。待ってよ、今これで35、15の59、59、64、69、74か。74まで来てればそこそこあるんじゃないのとか思うんだけど、あれだろうな、もうなんかマリオ RPG 警察の皆さんからしたら少ねえよ、もっとフラワーギフトとか取っとけよって感じなのかもしんないけど、ごめんねおじさん、楽しんでるだけだからごめんねさてさて、宿屋ですか、それとも入れてだけ。あら、足音が聞こえたのは気のせいじゃなかったんですね。私、ヒノピオと言います。暑い中ご苦労様です。どうぞお入りください。ヒノマート。アイテム屋でございます。なるほど。こいつ、あれだな。こうなると、宿屋。ああ、宿屋はいいや。で、これが、防具屋。まあ、物によりけりとは言いたいけど、どうなるかわかんねえもんな。金稼ぎ自体。F0 飾ってある。ブルーファルコンとか飾ってある。これ一番左はあれじゃないかな。スターフォックスのアーウィンじゃねえや。スターフォックスじゃないかな。なんか時期がいいねって言ってるけど、俺これ配信されるのいつだ、大丈夫かあー、まあそうなると、とりあえず。なんで持ち物がいっぱいか。もう本もノコノココーラ、グローブ、ワンワンは友達だからダメだ。ブラッケハンマー、ビンタグローブ、パタパタコーラ、パラソルも最初から持ってたもんね。ぶん投げグローブ、デカパン。よいしょ。で、つなぎとか、セーラードレスとか、ここら辺はいいんじゃない？で、防御力がどうなるか。いいですね。で、ファイヤー、バッチパンツか。大した防御じゃねえから、まだバッチパンツかな。で、俺、ファイヤーなんたら売りました、もしかして。ファイヤードレス売られてましたよね。買ったばかりのファイヤードレス、私、売りましたね、速攻で。で、あ、いいですね。で、まあ、これぐらい買って、アイテム屋は？あー、なるほど。まあ、リフレッシュオールでも買っといて、あとアイテム欄どれぐらい空きある？まあ、そんなもんだよね。じゃあまあ、こんなもんかな。で、あと他には、情けでいいのかな。まあ、とりあえず奥進んでみましょう。で、さらにセーブポイントをする。さーて、待てよ。おい。おい、おい。おいおい、今俺上にいたから、それはセーフにしていただけないとおかしいのでは。アクションゲームとしてその落ちる床の上にいた俺はセーフでは。スティック入れてませんことよ。倒します。まあ無事倒したからいいとしましょう。おいで、おー、なんだっけこれ、何ビカビカした。あー、なんかドラゴンみたいになっちゃった。あ、音楽もボス戦や。カイザードラゴン、なるほど。ちょっと待ってよ、とりあえず、おい、攻撃タイミングわっから54、微妙だな。もう一回来る。もうそれに関しては痛いの飛んでき打つしかないっしょ。で、痛いの飛んどけ打って108回復、水蒸気爆発。おお、100の85。なんか相手素早さそうだけど、素早さ、あーほら素早いって単語も言えなかった。復活ドリンク飲んで、で、危ない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 、みんな元気になあれで、ピーチだけに頼ってると事故りそうなマップだな。なんだ4つ分か。最後おーっと1個残ってるけど、まああれにかまって一旦使うのももったいねえ。よいしょ。だからまあとりあえずもう一回みんな元気になれで、炎の壁全体でしょ。おまさかのマリオが回避、ピーチが当たる44。あーピーチに当たらないことを祈りながらだな。終わり、骨になった。よいしょ。あー相手が先か、危ねえ。いいですよ。で岩石ガラガラ、まあ全体でしょうな。だっけーダメージ。ピーチを待っていいのか一瞬悩ましいけど、おいいいよ叫び。まあ通常攻撃がしかしてないから別に言うほど。よいしょ。あーピーチは47。ものによっては余裕の落ちなんだよな。まあクッパの状態異常回復プラスピーチの回復47。よいしょ。威力結構高いんだけどな、500とか入ってるからまだ残る。痛いの飛んでけ単体だけだよね。でストームピーチだけか114。げつね。うわーピーチ倒れてる状態で戦闘終わりか。でも経験値入るんだっけ。でマリオが入って、あー違う、攻撃力攻撃力マロ SPSP で、とりあえずこれで通れるようにはなるわな。なるがこれはあれだよね、待ってね、復活ドリンク買っときたいよね。ドリンクくれー。よしそこそこで、とりあえず復活ドリンク買っといて、もう死んでも蘇生すりゃいいやの精神でやってくしかないかなと思ってるんで、ういおいおい、あー惜しい。今それ乗ってたか。あーまた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 、微妙なずらしが効かねえな。おいおい、あーっとちょっと待てよ。よいしょ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 、よし。でここが進めるようになりましたと。でさらに奥でさあ7個目のスターピース。あら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 、ぐるぐるしてますけど、もうこんなんですぐにもらっちゃっていいんですか。さあというわけでこれはあれ誰、このスターはもらった。ああ待って待って、 A が効かなくなってる。よいしょ、いただいちゃうのよ。文句は言わせないでごわす。だから諦めてね。じゃあな、あばよ。スター盗まれましたけど、スター盗まれましたけど、まあまあまあこうなると進むしかないでしょうな。お、全員揃ってる。おいレッド、俺たちちゃんと名乗ったか。ダメよ、忘れちゃ。もう一度マリオのところに行くでごわす。ああ、でも来てるの。みんな、今はちょっとまずい。スターピースを運ぶのが先だ。ひとまず頂上に向かうんだ。ずいぶん楽しそうなやつらだな。さあ、というわけで、あ、落としたでごわす。そうそう、おーっと目の前で運ばれてますけど、おお、ブラックがかっこいい。追いかけるのをどんどん瞬間移動で逃げていく感じ、かっこいいよブラック。さあ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 ね、もうみんながみんなスターを移動してるのをただただ見つめながら後ろから追いかけるだけの作業でございます。さあ追いかけるように、しょっぽいドット絵になっちゃった。レッド、オノフォースは今来る。レッド、まだ来ないか。もうちょっと待て。レッド、マリオでごわす。わかってる。レッド、まだ来るぞ。登場、オノフォース、そう、というわけで、この世の悪を守るため、人々の心に憎しみと悲しみをもたらし、混沌とした破滅の世界を作るのよ。それが私たちの儚くも美しい理想郷。我ら活用戦隊オノレンジャー。このスターピースは人々に希望を与える星。こんな物騒なものをお前たちに渡すわけにはいかない。さあ、というわけでございまして、やってきましたオノレンジャー戦でございます。ちなみにでございますが、このオノレンジャー戦なんですけど、まあ、3対5っていう結構不利な状況から始まります。なのでまずは HP が低いやつらだけ倒そうかなと思いますので、まずは、ピンク集中攻撃でいきたいと思います。ゴー、よいしょ。レッド、なんだ今のでお化粧が崩れちゃったわ。私お化粧のノリが悪いのよ。もう前から厚化粧するなと言ってるだろう。わかんねえタイミング。おお、あ、ブラックいっちゃった。今のそのタイミングじゃないの。あー、みんな元気になる打つしかねえな。さあ、デブゼロ、何キラリ流星群だ。ダメージでっけえ。あ、ピンク今ので引いたのか。じゃあ次はグリーンだね。よいしょ。ういうい、よいしょ。レッド、なんだ私貧血で倒れそうよ。お前は運動不足なんだよ、運動不足。さあ残り3人。さあ、まあ先制パンチ入れちゃってるんで、とりあえずブラックスかね。さーて、わかんねえタイミング。まだ残る。さあ45、もう一丁か。あ、ピーチはまずい、落ちた。よいしょ、当たりが出たのでもう1個サンキュー。ああ、1回ピーチの微妙なのでもいい。16は微妙のレベルではなかった。よいしょ、ガードできず。これで終わるだろう。嘘、マジでか。よいしょ、あーダメだ、ピーチ落ちた。59でもブラックに行く。嘘でしょ。0、ナイス。復活ドリンク、えい、危ねえ、回ってきた。よいしょ、待てよ、111、頼むぜ。よいしょ、レッド、なんだ買ったばかりのグラサンにひびが入っちまったぜ。だから安物なんか買うなと言っただろう。じゃあイエロータックル誰だ。よいしょ、マリオで118。うお2人落ちた。これはピーチか。早くお願いカムバック覚えてピーチ。ああ覚えてる覚えてる、助かった。よいしょ、オッケー。よいしょゼロ、いいね。よいしょ、肥満体型に肥満パターン。タックルクッパなら耐えるでしょう。さらによいしょ、ああまだ残ってる。おおえ、見えねえ今の、何今の全然見えなかった今。よいしょ、でもこれでイエローが落とせれば随分余裕が。威力高いよ88。よいしょレッドレッド、なんだ腹が減って動けないでごわす。さっきカレーを食べただろうか。カレーを最後1人。よいしょゼロ、いいね。で痛いの飛んでけ、いいよいいよいいよ。でよいしょ、さらにと140。赤のイジカ強いね。よいしょうっそ、よいしょ120。おお残った、痛いの飛んでけ。まあね、まだちょっとね残っちゃうんだけどね、レッド倒して終わりじゃないんだけど。よいしょ終わりか、まだ残る。よいしょくそ、まさかここまでやるとは。こうなったら最後の手段だ、レッツフォーメーションと。さあというわけでございまして、最後に出てきたのがオノフォースでございます。4セットオン、チャージスタンバイ OK、 いくぞジャスティスブレイカー。全然覚えてない、どうなる。うおマジガードしててよかった。ちょっと今目覚めるぐらい食らったね。ちょっと目かっぴらいたもん今。重点中か、その間にやってってよいしょ、まあ、復活ドリンク使うより省エネだからね。よいでこれ全員落ちるのでは。クッパ残った、やるやん。当たりが出たのでもう一個しょうがないか。でもこの今の布陣にするとピーチ落ちるな。今の対応にすると2ターン後にチャージされるから、充填開始の間に回復アイテムっていう、回復アイテム一切ないもんな。一回クッパが違う、間違えた、マリオは防御だ。これでしょうがないからみんな、じゃあ痛いの飛んでき、クッパに打つとクッパだけ生き残るのか。じゃあクッパだけ生き延びる、違うな。ピーチが防御してた方が効率がいい気がすんな。いや表この戦闘でまたクッパだけ残って復活ドリンクっていう、さっきと同じ流れでしょ。でお願いカムバック打ったとして、でこれで10連中入っちゃうから、生き延びる戦法を考えるとして、だからここでクッパが落ちるのは、じゃあ一回こうして、でこうするとジャスティスブレイカーでピーチ以外が落ちるでしょ、あピーチだけ落ちるでしょ、でピーチが落ちる、マリオが通常攻撃で削る、で復活ドリンク飲む、でおおみんな元気になれが間に合った。でこうすると次からもう落ちないからパターン入った。オッケー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 。今ピーチのターン回ってくると思ってなかった。だこれでパターン入ったから、バカなこのオノフォースまでも退けるとは。オノフォースがうわー、はいというわけでございまして、今回のイベントはここまでというわけでございますが、時間がいいところでございます。では次回どんな感じで物語が進んでいくのかというところに関してはですね、この動画の次の動画でご案内していきたいと思いますので、今回はこの辺でというわけで、また次回動画でお会いしましょう。 See you next time, stay tuned! バイバイ。